ランベスノース駅は、イギリスの首都ロンドンにある地下鉄駅。テムズ川南岸のウェストミンスターブリッジ通りとベイリス通りの交差点に位置する。ベイーカール線のウォータールー駅と終点エレファントキャッスル駅の間の駅で、ロンドンの交通網を同心円状に区分けしている。トラベルゾーンでは、ゾーン1。帝国戦争博物館の最寄り駅でもある。 駅のプラットホームは地下21メートルほどの地点にあり、南行きと北行きで別々のトンネルにホームが設置されている。駅には2つのエレベーターと螺旋階段があり、地上と地下のホームをつないでいる。バス路線では12番、53番、59番、148番、159番、453番と夜間バス N109 番がこの駅を通る。 ランベスノース駅は、レスリーグリーンによってデザインされ、ベーカーストリートウォータールー鉄道の駅として1906年3月10日に開業した。開業当初は、ケニントンロード駅という名称で、同年8月5日に、エレファントキャッスル駅が開業するまで南側の終着駅であった。駅名は1906年7月に、ウェストミンスターブリッジロード駅と改称され、 1917年4月に現在のランベスロース駅にさらに解消された。1941年1月16日午前3時56分、ドイツ軍によるロンドン空襲で投下された爆弾が近隣のホステルを直撃し、その衝撃でランベスロース駅もプラットホームの南側に大きな被害を受けた。これにより空爆を逃れるために駅に避難していた。 人々のうち28人が負傷し、うち1人が15日後に病院で死亡した。これにより、ランベスノース駅は営業不可能に陥ったが、26メートルにわたり、ホームの再建を行い95日後に営業を再開した。1996年11月から1997年7月までは、ベーカール線のピカデリーサーカス駅より、 南側の地下鉄トンネル補強工事の影響で営業を停止していた。ありがとうございます。